Car Danchi, Community Project. How I Sleep in My Car, Volume 1. これが絶対にあるタイプの。ありえますからね。ちょっとだけ片付けた方がいいかな。あ、かも、これすごいいい例だわ。これね、もう。段ボールだよ、段ボール。段ボールを挟んで、で、ほんと、この安いやつを半分に切って、寝るだけです。シート引いて。なるほど。はい、で、寝るマット、マット2枚と、はい、これ、OSB ボード半分。で、ま、なんでその段ボールがあるかというと、はい、段差ができちゃうんですよね。なるほど。この、ああ、この椅子の段差を。はい、ただもう安定感を出すために、はい、これをただ、それで埋めて。で、ここのバフバフは、ここに俺はこの荷物を挟んで、あ、夜寝るときに、そう、全然高級感は一切ないですよ、名前は。いや、いいんですよ、高級感はいい。そこに、この荷物で、はいはいはい。荷物を挟んで、すりで出す。なるほど。最低限寝れるだけです。バッチリじゃないですか。あ、もう、そう。これで頭はどっち？頭こっちですね、俺。頭後ろね。はい。そうですね。頭後ろで。あー、いけますね。バッチリ、ありがとうございます。はい。これですよ、もう手作り網グリルタイラップで止めてますよ。止めてますね。これで OK です。じゃあ良い旅を。あ、行ってきます。はい、続いてはスズキのワゴン R。 この車もシートがフルフラットになるんですけど、やっぱりシートとシートの間の隙間、こういう段差、寝るときに段差はなるべくない方が楽に寝れます。こういう場合にはブランケット使ったり座布団使ったりして、その段差と隙間をなるべく埋める。そして、彼はこれシート、ビニールシート、ブルーシートでもいいみたいですね。これを引くと何かこぼしたときに下のシート、ブランケット濡れない。これはいいアイデアですね。ブランケット、またはキャンピング用のマット使うと一番いいですね。それにできればこのコンパネ素材、半分に切ったものを引くとかなり硬い、寝やすいベッドになります。その上にキャンピングマット、またはブランケットを引いて、バッチリですね。太郎です。スバルサンバー10年乗ってます。これマイカーですね。わー、いい感じですね。だいぶ生活感が出ちゃってますね。出てるね結構しっかり作ったね。そう、しっかりこの辺。あ、はい、ではスケートも入って、お、あ、スケートゾーンもあるんだ。ある、ね、スケートシューズと、はい、いいですね。洗濯バケツと、はい、あ、ここはですね、キッチンが、キッチンが転がってます。夜になると出てくるといいね。これがテーブルになると。これがテーブルだ。になるって。なるほどね、はい、食材この辺からどんどん出てくるこれはこうシートを、そう、畳んでる。これ普通になるの、こうやって。そう、すごいね、この車。そう、そしたらここまったりになるように、うん、フラットになって、ちょっと待って、ちょっとサビが、ペンキ頑張って塗って、一応青いガムテープですね。ここも結構来てるな。ありがとうございます。ちょっと見ていいですか。あ、どうぞどうぞ。もういつでも住める状態ですね。あ、なんかハワイアンプリント。これは彼女のセンスですね。あ、そうなんですか。ここは収納ですね。あ、ギア系、ハードギアが下に入って、そこもアクセスポイントあるんですか。あー、なるほど。はいはいはい、スケートと椅子と、スケートビタビタですね。そこスケート入るんだ。バッチリですね。断熱もちょっと入って。そうですね。シリー。Car Danchi Community Project。
How I Sleep in My Car Volume 1、私の車は平成23年のスバルフォレスターです。このようにリアシートを倒すとフラットになります。身長173センチの私は、ギリギリこのように斜めにすればなんとか寝ることができます。頭の部分が若干長さが足りないのでこのようにマットで、高さを出してなんとか寝ることができます。暑さ寒さ対策です。私の場合ホームセンターに売ってる、このようなレジャーマットを、購入し窓の大きさにカットします。これが装着した状態です。窓からの熱を遮断するだけでもだいぶ涼しくまた暖かくなると思います。またカー用品店でこのような車の窓にかぶせる網戸のようなものが、売ってますので、これをこのようにかぶせてドアを閉めても虫が入ってこなくて、涼しくて少しは快適になるかと思います。これから暑くなってくると思いますので、もし持っていればこういった車内でも使える電池で動く扇風機なんかがあってもいいと思います。ライトもついていて、夜も安心です。少しは参考にしていただければ幸いです。カローラフィールダー、後部座席を倒してフラットに。床の構成はニードルフェルト、アルミマット、シーツ。ニードルフェルト、アルミマットでクッション性を高めてます。フロントガラスの車高にはサンシェード。その他の窓はアルミシート、ガムテープ、吸盤で作成。実寸よりも一回りを大きめに作るのがポイント。吸盤にはハンドクリーム、吸着力が上がります。夏の暑い時期、車で寝ると大変ですよね。窓開けたい。でも虫が入ってくる。そこでみんながいろいろ工夫して考えてます。まずこんな簡単なアイデアはどうでしょうか。スクリーン、そして磁石、この磁石の、シート好きなサイズに切って簡単に貼るとバッチリ涼しい。もう少しこだわってやりたい方にはこんなアイデアどうでしょうか。スクリーンの素材を買ってリアウィンドウにそれをドアを閉めるときに挟んでサイズを合わせて下げてドアを閉めると、ドア閉めた後まだ下の方で少し、隙間がある。ここでクレジットカードのようなものを使って窓とドアの間にスクリーンを挟まるように押し込んでいきます。窓を開けると涼しい風が入ってきます。虫は入ってきません。これもいいですね。Car Danchi Community Project How I Sleep in My Car Volume 1、うちの車はマツダの、デミアですね。中はこんな感じ、フラットですね。シートを取り、キスが中に入りますと、デミアにはこちらにこれですね、このビスをこれです。このビスを外すだけで、シートが取れます。そしてシートを取るだけ取ったら、あとは下、ここは段になっております。ここは段です。この段を埋めるために、ここの下に
段ボールを入れてフラットになってます。あったかいやつと段ボールを完成してます。こういう感じですね。こういう感じ。ありがとう、ナイスアイディア。さあ次は、友達のジミーですね。彼はボクシーを乗っております。普段台も作って、いろいろ収納してるのもあるけど、広く寝たいときは後ろのシート簡単に外れるんですね。あとはもうマット引くだけで寝れます。そして彼のボクシーの、面白い手作りのところは、このバー、これは車屋さんでも売ってます。ハンドルからハンドルへつなぐバー、そこに彼はまた縦に走る、ガーデニング用の、この緑色のバーをハンドルにまず、縛り付けて、縦にもバーが走るようにしてます。こうすると、クリップで物を挟んだり、ハンガーで、洋服をかけたり、とにかく引っ掛ける、面積が増えます。縦にも横にも、そして落ちない。これはなかなかいい工夫だなと思って紹介してもらいました。ありがとうございます。はい、もう一つ簡単なベッドを紹介しましょう。ハイエースです。 OSB ボードをサイズに切って3枚を縦に、これは LG のブラケットで、短いピースで留めてるだけです。非常にシンプルだけどスペースを広く使える。そしてこれ面白いなと思いました。カウンターテーブルが折りたたみで、板、紐、そして小さなこうカラビナを使ってるのかな、ヘッドレストのこの棒に引っ掛けて立てたいときは、これちょっと簡単に縛るのかな、上げることできるし、そして下げることもできる。これはなかなかいいですね。あとこれティッシュ、必ずティッシュは必要。でもなかなかいい収納場所がない。これは S 字フックと、ティッシュボックスのカバー、それをサンバイザーのところに引っ掛けて、いつでもティッシュが手に入ります。 Car Danchi Community Project Special Car Danchi Guest。 ナマステ。今日は晴れてます。ありがとうございます。今日はうちを紹介します。おはようございます。中はこんな感じです。幸せの旗がつけています。ここ寝てます。これ便利です。平らになりますよ。これ便利です。カーダンチのオレンジマンは、このホームセンターで売ってるプラスチックのパイプジョイント部分を使いながら欲しい高さを出して収納スペースを作ってます。木切ったりするのは苦手な方にこのテクニックがいいかもしれないですね。これ便利です。前はこんな感じですね。ハレークリシナさんを祀っております。ハレークリシナ。キッチンはこんな感じですね。バナーです。晴れてます。はい、もう一人映像を送ってくれました。コミュニティカーダチプロジェクトということで、いろんな車の、シーンを撮ってくれてます。まずこんな軽バンだったら、綺麗に台を作ってかなり収納スペース取ってますね。もう一つはハイエースです。この作りもいいですね。上にも縦横のバー、そして下には、ベンチタイプのストレッチ、そこに夜になると
コンパネをちょうどフィットしたものを乗せるとかなり広いベッドになりますね。そして収納も相当取れます。横の、ベンチにもこれは椅子が入ってますね。コンパクトカーならおーこれもいいですね。 2x4 を横にしてその上にコンパネを引くといい感じにフラット出してます。そして最後はこれはコンパクトカー、これはベッドというより収納を増やすテクニックですね。棚を2つ作って、キッチンにもなるように作ってます。カーダンチコミュニティプロジェクト、車泊カーダンチバンライフ、皆さんたくさんのアイデアを送ってくれてありがとうございます。そしてこれからまだまだボリューム 2,3 と続いて作りたいと思います。カーダンチナインアット gmail.com まで、あなたの車の工夫をビデオ写真で撮って送ってください。お待ちしております。